マギー Q はアメリカ合衆国ハワイ州出身のモデル、女優。香港で本格的にキャリアをスタートさせたことから香港女優として紹介されることが多い。身長166センチメートル。ポーランドアイルランド系米国人の父とベトナム人の母の間にハワイで生まれる。高校卒業後、モデルを志し17歳で東京に移る。 その後台湾に移動するがモデルとしてうまくいかず、知人に勧められて18歳で、香港でチャンスをつかもうとする。中国系ではないため、中国語を学びながら活動していたが、ある日、ジャッキー・チェンに誘われて、彼の事務所に所属。その後、アジアンビューティーを体現する美貌で芝叩く間に、日本や台湾、香港など、アジア各国でスーパーモデルとして活躍するようになり、 ハーパーズバザー、コスモポリタン、マダム、フィガロなど100冊以上の雑誌の表紙を飾った。日本でも、キリンビバレッジ、資生堂など数本の CM に出演。1999年、台湾の TV ドラマ、ハウス・オブ・ドラゴンで女優業をスタート。同番組をきっかけに、長編映画に進出し、同年の香港映画モデルフロム・ヘルでデビュー。翌年、 香港新世代スターの共演と派手な VFX で話題となったポリスアクションの続編ジャッキー・チェン制作のジェネックスコップ2に出演2001年デコボコ刑事コンビが大活躍する人気アクションコメディの続編ブレッド・ラートナー監督のラッシュアワー2で早くながらハリウッドデビューその後数本のヨーロッパ映画にも出演2002年には 孤島での訓練を経て、殺人マシーンとなった女性たちが繰り広げる、セクシーアクション映画、チン・シュードン監督のレディウェポンに、主人公のシャーリー・イン役で、本格的な格闘技やヌードを披露、モデル出身の若手女優アン・やウーと共演。そして2006年、ミッション・インポッシブルシリーズの第3弾、JJ エイブラムス監督の M.I.3 では、 イーサン・ハント率いる IMF チームの好意点、美しき武器のエキスパート、全役に抜擢され、本格的なハリウッド進出を果たした。主演のトム・クルーズやケリー・ラッセルらと共演し、アクション女優として地位を確立した。露出度の高い大胆なドレス姿を披露したが、撮影中に紐が外れてしまうハプニングが何度も起きた。また、作中で、ゼーンが、 ドレスの裾をまくり上げ、彼女の履いていたショーツを露出させたが、これは撮影用のアンダースコートである。2007年には、ブルース・ウィリス主演の大人気アクションシリーズ第4弾、レンワイズマン監督のダイハード4.0で、ジョン・マクレーンの敵役の一人として激しいアクションを演じた。同年、負ければ死を宣告される、卓球大会に挑む元天才卓球少年の死闘を、 最新 CG やカンフーアクションを駆使して描くロバート・ベン・ガラント監督脚本のパロディー満載のコメディ映画萌えよピンポンにも出演2008年三国志演技をもとに諸区の武将趙雲を主人公に描いた歴史活劇ダニエル・リー監督アンディラウ主演の三国志ではクライマックスで趙雲と戦う総英役で出演2010年 アメリカ製作の TV ドラマ、ニキータ、ニキータに主演のニキータ役で出演。2014年の第4シーズンまで出演した。マギー Q はベジタリアンで、ペタの広告で、ヌードになったことがある。映画、三国志の撮影に際して、本物の毛皮を使わないように求めたのも彼女であった。香港の俳優ダニエル・ウーと交際していたことがある。2015年1月20日。 テレビドラマ、ストーカー、ストーカー犯罪特捜犯で共演したディラン、マクダーモットと婚約したとニューヨークポストが報じた。2019年2月、婚約破棄となった。ありがとうございます。